サンドーラン・デューバールは、フランス、プロバンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏アルプ・マリティーム、県の都市。地中海沿岸、アンジュワン沿いにある。カンヌとモナコの中間、ニース近郊にある。バール川川口にあり、サンドーラン・デューバールのマリーナは、コート・ダ・ジュール有数の規模である。マリーナまで海岸沿いに遊歩道が伸びている。丘と海の間に、コミューンがある。市街は、 バール川ウガン沿い7キロメートルにわたって、ニーズに向かっている。サンドーランデュバールの歴史は、11世紀にできた旅行者のためのセリョーインに始まる。このセリョーインはセイローランの名を冠していた。セリョーインの周りに村ができ、バール川の私の役割も担うようになった。旅行者や荷物を背に担いで川を渡る、私森たちが大勢いた。 1792年に橋が架かるまで渡し森が存在した。当時の旅行者や輸送業者は重い積み荷や家畜の運搬用に渡し船を利用していた。フランス革命期にはローラン・デューバールと呼ばれていた。1860年以前のサン・ローラン・デューバールはニース・白領との境界にあり、フランス領プロバンスに入って最初にある人もまばらな村であった。 1941年、BC 政権がサンローラン市長に任命したのは、レジ・オンドヌール勲章受賞者、ルイ・ラベであった。彼は、レジスタンスのコンバ協力者であった。アメリカ陸軍がサンローランを解放したのは1944年8月27日であった。この時、ラベ市長と共に、コンバに参加していたフランス内地軍のメンバーが不幸な事件で命を落とした。 ジャン・ラドゥーとガブリエル・アボンネルは仲間と5人で自転車に乗りフランス国旗を掲げた。そして彼らはドイツ軍の駐屯地の砲台を示す位置に立っていたのである。アメリカ軍の機関銃が彼らを銃撃しラドゥーとアボンネルが死亡した。二人の名は市内の通りの名となっている。ガリカ・アノニム・レゴヤ・ジュー・ア・フランセ。 1765から1795レボヤジュはフランソワ、ウラコナサンスデール、アンシャンイジュヌーボーモンド、1765、ルシアンストフ、ポーツ、ルーツイフウォージュサーティン a u XV シエクル、カルト12コメンテアインバラティア、デュビーヒルデスハイマー、オーパス、CIT。ありがとうございます。